あ、そうですね。じゃあちょっとこれ、すいません。一言で、まあ、アイリス55ページ出ているんですけれども、はい、そのアイリス一言でリーダーから、そうですね、どういうアイリスを受けるか。はい、リーダーの山下です、今回のボイスブロディを一言で例えると濡れてますいいですね、まあ、濡れリスってことですね。あの、まあ、濡れリス、濡れリス、濡れリス、濡れてないですよね。そう、デビュー5周年で55ページで特集していただいたんですけども、まあ、5年前はもう成人してるメンバーが1人しかいなかったんですが、まあ、今回ね、5年の時を経て全員オーバー20になったということで、ちょっとまあいい意味でアダルト、大人な一面もちょっとね見れるんじゃないかなと思います。はい、すいません、どうぞ皆さん、何か個別の質問があれば無視でお願いいたします。よろしくお願いします。お話いただきました。結構確かにセクシー言い方かもセクシーな感じになってます。一番変身してるのって誰だと思う？変身ですか？どういうところが変身ですか？普段違う、やっぱちょっと普段、やっぱアイリスってあんまりこう賢いイメージとか綺麗なイメージというよりはちょっとアホだったり面白かったり可愛いってイメージがあるんで、それをやっぱ意識にしておってるのが私だなと思うので、まあ、私の色気はやっぱみんなね濡れ濡れじゃないかなういうこと、一度沈黙って書いてあるなんでそういうこと言うの？ちょっとそんなことないでしょ。でも最近ずっちゃんがちょっとさかっこよくなってて、久々にちょっと短いの履いてる。スカート履いてたよね。でもね、いつもね男っぽいずっちゃんがなんか女の子を感じましたね。肌を露出していく。あれもなんかその写真撮っていただくときに、もっとこういう感じでとか、こう表情をすごい作りやすいような感じで撮影してくださっていたので、自分自身何の違和感もなく、もうめちゃくちゃ女子な渋谷好き。女だったよ。女だったよ。見れると思います。ありがとうございます。次の質問ある方いらっしゃいますか？5周年ということで、まあ、11月にあるライブもあると思うんですけど、はい、なんか5周年でまあ一区切りということで挑戦していきたいこととか、なんかグルーヴでこうやりたいねみたいな言ってることがあれば教えていただきたいんですけれども。グループですね。グループですね。まあ、個人でも大丈夫ですよ。どうぞどうぞ。でもずっと言ってるのはなんか本当とか、あ、私は地上波のテレビ音楽番組出たいですよね。ブロディさんもコンビニで売ってる雑誌じゃないですか、うん、やっぱそういう一般の人にもこうね知ってもらえる、まあ、幅広いボイスブロディさんはあれだとは思うんですけど、より一般の方に地上波で出たい。そう思いますかね。あの階段降りたいよね。あの階段ランキングで出たから次はちょっと生出演したね。で、あのミュージックステーションとか、はい、やってみたい。やってみたいです。この夏っていろんな音楽番組のなんかやるじゃないですか、大きいの。ああいうのに出れたらいいなっていつか。結構でも今なんかその声優アイドルっていうのが結構認知されてすごい広まってきてると思うんですけど、まだまだって感じてるってことですね。そういうもちろん、まだまだ全然全然です。なんかその違いを感じる時とかってあるあるありますか？そういうまだまだだなみたいな。なんか普通のアイドルさんはきっと外歩いてても、あ、何々さんですかっていっぱい声かけられると思うんですけど、やっぱ私たちは普通の新宿、渋谷とかであんまり声かけられないですね。秋葉原にいたらもしかしたらあれなのかもしれないですけど、ちゃんと王道な街を歩いてても声をかけられるのは一般認知が欲しいです。多いなと思ってなんかアイリスのパンフレットもそんなにあったっけみたいな、ね、ライブのね、ねえ、ライブのパンフレットより多いから、もうフォトブックみたいな感じだなってちょっと思いました。しかも創刊の総合で55ページ、ね、写真集です。パッと見実際周りからの反響とかも結構あったから、みんな見てくださってました。みんなも嬉しいって言ってくれて、そろそろ時間があれなんですけど、まだあと1つぐらいはどうですか？大丈夫そうですか？はい、実際ちょっと最後にちょっと私の方からもう一つなんですけど、まあ
火をつけてですね、あの今度11月にはあのデビュー5周年のライブが 2days でありますので、そこで私たちの本気を見せて、それ以降も声優としてもそしてアイドルとしても一般の人に幅広く知ってもらえるようにますます頑張っていきたいと思います。秋葉原を飛び出してね、そうですね、今日は新宿っていうところから、はい、違う場所に声かけられると思います。はい、声かけられたいです、新宿でも。はい、これからも全然活躍していくグループだと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。今日もお忙しい中ありがとうございました。